ね、今日ね、夜が配信できなくって、おしゃべり会が終わった後ね、なのでちょっと休憩時間の間に配信をしようと思います。ブーから食べるタイプなので、はい、今日はね、今日はね、おしゃべり会ということで、うわ、ありがとうございます。ありがとうございます、おしゃべり会来てくださった皆さん。何これ、ちょっとね、今日はうどんなんですけど、うどんを、あのテイクアウトのうどんってさ、こうやって分かれてるじゃないですか。これをね、今頑張って入れる作業を、これからちょっとぼちゃってなると嫌だからね、慎重にいきますね。あ、うわー、ぼちゃっとはいかなかったんだけど、なんかぬるって容器がめっちゃびしょびしょになりました。 UFO みたい。汁ダクダク、はい、なんかね、うどんキツネとかじゃない、ありがとう、うどんうどんです。いただきます。そうだ、待って、バリアが溶けちゃったんだ、やばい、バリア溶けちゃう。今日はお昼はうどんでした。なんか夜ご飯戦争してるらしくて、お昼ご飯食べながら夜ご飯の話するんですけど、なんか夜ご飯何がいいですかみたいな。なんか帰りはネギトロがいいんだけど、近菜は親子丼がいいらしくって、でもお店が違うから、なんか どっちがいいですかみたいな、なんかバトってるらしい。正直どっちでもいいめっちゃどっちでもいいし、あのわがままを言うと私はオムライスが食べたい。でも言えなかった、ちょっとなんか かわいそうかな、わざわざバトってんのに新しくね入ってこなくてもいいかなと。別に正直どっちでもいいし、オムライスじゃなくてもと思って。いただきます。机が搬入された。ありがとう。みんなバラバラ。これはお肉ですかね。魚で親子の最高、サーモンとイクラみたいな。でも多分そういうことじゃない私はいいと思うけどね、みんなが食べたいのとは違うんだろうな。これ何にするの？あ、配信してます。何ですか？今何中ですか？で、まあいいんですけど肉だった。前の壁がなくなりました。なんかすごく開放感が、今までとっても閉鎖的空間にいたので突然の開放感で衝撃。何が始まるんですか？もう一席作る。え、もう一席作るんですか？うん、もう一席作るために私の壁がなくなりました。誰が来るんだろう、私の目の前に。いつもね、私この席なんですけど、空調係をしてるんですよ。メンバーが
暑いって言ったら消しますみたいな、ちょっと寒いなって言われたら消しますみたいな、空調係を取るんですよこの席はね。でレッスン上でこっちに鏡、これ鏡なんですけど、なんか私ずっと多分このポンコツのおしゃべり会ずっとこの席に座ってて空調を従事してたんですけど、なんか日に日に鏡との距離がめっちゃ近くなって、今まではね、これ今まではこの辺の距離感でやってたんですよおしゃべり会、今日ここになってて、めっちゃどんどん鏡との距離が近づいてて、なんか今日来た瞬間、昨日もおしゃべり会やってたから多分昨日誰かがここ座ってたんですけど、このみんながよく知ってる緑のさ、この壁がさ、もう机は鏡に迫ってれば緑のこの壁はすごいこう狭まってきててめちゃめちゃ閉鎖的空間にいたんですよ。ちょっとさすがに閉鎖的すぎてちょっとだけ横の壁をねくってずらしました、ちょっと空間広くしました。なんえもう絶対初めのおしゃべり会からだいぶ距離が縮まってます、鏡との鏡と仲良くなりたいわけではないんだけど、まお昼はうどんなんですけど、私はそば派です。何でしょうか、これキミでした。だって私もね、弁慶のお寿司大好き。弁慶さ、チェーン店だと思ってた。おすすめのお蕎麦屋さんは何でしたっけ、インスタ載せたところ、何だったっけあそこ、新潟にもできた蕎麦デイズじゃなくて、蕎麦デイズは新潟市だ、何だっけあそこ、なんかバスクチーズケーキが美味しい、お蕎麦屋さんなのにバスクチーズケーキが美味しいお店。うん、友達と行ったんですけど、めっちゃ美味しかった。何だったっけあそこ、名前忘れちゃった。新潟の、そんな渋いとこじゃないです。東京にもある。おしゃれなお蕎麦屋さんです。お蕎麦屋さんに思えないお蕎麦屋さん。何だったっけ名前忘れちゃった。ネギ、どうなの、結構あるよ、うん、劇場前のね、ぜひ、うん、やばい、うどん、何だったっけな、これからうどん食べます、ありがとう、私のインスタを見てください、このペースで食べたら私のインスタに載ってるそばを見てください、うん、市内じゃない、長岡丘陵公園の近く、ウニ食べたい、桜餅ありがとう、ウニ食べたい、桜餅ありがとう、ウニってなんていう仲間なんですか、魚じゃないですか、貝に入るのかな、何だろう、ウニって貝の仲間かな、分かんない、これは、あの、中、うん、辛さが選べて甘
あれ、抜け抜けな。カタカナの吹き抜けです。結構ボリュームあるこのお店。何に属して、あ、人類の中、私たちの方チーズケーキ食べてください。めっちゃ美味しい。私が人生で食べてきたバスクチーズケーキの中で一番美味しいバスクチーズケーキがお蕎麦屋さんにあります。美味しい。うどんのスープって飲んでもいいのかな。いいですね。面白い。いや、気圧下がれば私の勝ち、気圧が上がれば私の勝ち。うん、めっちゃ美味しいんだよ、お蕎麦屋さんのチーズケーキ。濃かった。めっちゃ混んでますよ、土日とか。予約しないと入れない。もう一回チャレンジする。普通にチーズケーキなんだけど、上に蜂蜜と黒胡椒をかけるんです。確かに立ち食いそば屋なのにカレー、確かに丸々なのにそばってちょっとかわいそうだね。その考えたらそばメインの店ってあんまり来ない。おはよう。お疲れかほ。はよう。わ、私の目の前に来たのはゆなこでした。ゆなこ先生みたいな場所に座る。ゆなこでした。見張るわ。見せて。見せられないかもしれない。一番人気の馬を。じゃあ今日私はユナコを眺めながらおしゃべり会します。ね、やばい顔しないで。じゃあ桜餅ありがとう。贅沢。ユナコを眺めながらおしゃべり会。やばい格好。おはよう。おはよう。中に何着てんの？着てないよ。制服？着てないよ。寝ないんだって、ゆなこ今日。みゆのために着ないで来た。今日のゆなこ着てないです。エチエチな格好です、今日のゆなこは。そう、着てない。でも、実は私も着てないんです、今日は。今日は私も来てないです。今日私も来てないんですよ。真相はいかに。でも着てないから寒いの、本当に。今日は着てないです、私は。服が見えない。うーん、なんで。うどんだった。
がまず本当に寒い今日着てないなんかあと私もドリブルかなりだったことある18人がある改めても全然落ちない。リップめっちゃ落ちてますよ綿棒で。今日はこれマック。やだ、認めたくない。認めたら終わり。やだ、ピント合わなすぎない。風車に似てるだけだよ。あんまり似てるだけ。目かゆくない。解読してください。目はかゆくない。ピント合わな。今日はレディーバグです。わぁほらぁペイニー、ありがとうございます。かわいい。目はね、全然じゃあ桜町ありがとう。何みんないっぱい埃って、なんか何を埃なんだ。こっちがでも昨日ね、埃が口の中に入って大変だった。なんか苦しくて咳が止まらなくて。なんで最後は水飲んで人気なのかがすごいいいのだと思うんですけど。うん、そうなの。テントウムシなの。知らなかった。テントウムシの色ではないけど、そうなの。マイルが多い。赤ピンクみたいな色。あめっちゃね、いい匂いするの。チョコみたいな匂いする。初めてマックのリップ使った。自分で買いました。チョコの匂いがする。ネタバレになっちゃうから、ここで言うと。どこで戦ってるのかとか、いちいち字幕で書いてほしい。どこ、どっちの領土みたいな。分かんなくなる場面で。じゃあ、14番、大体できないよ。YouTuber みたい。新しいアイロンです。ディファにしました。今日も並べるんですか。よろしく。良い、とっても軽い。だからちょっと待って、追加でしようと思ってまだしてないんですけど。なんか私そう、あのね、先週のおしゃべり会の時、私ユナコにアイロン貸したんですよ。でユナが私のアイロン使ってめっちゃいいって言って、もうそれして買っていいって言ったんだけど、その直後に私がアイロンを変えるって。写真撮ってたんですよ。ユナが買ったのかな、本当に。聞いてみようかな。ねえユナ、アイロンあの後買った？うん、ね、聞いて、私がアイロン変えた。変えちゃった。なんかメイクさんがこれ使ってて、めっちゃ良くて、こっちに変えちゃった。見てあげる。でもユナこの前使ってたよね。え、嘘。誰かから借りて使ってなかったっけ。赤穂じゃない。ね、変えちゃった。え、爪変えた？変えた。かわいい。やった。あ、これ一緒に買ったやつ。あ、そう。かわいい。え、自分でやった？爪でやった。すごい。腰は取らなかったけど、腰はあるんだ。さ、いいアイロンですよ。そう、まだね。お揃いじゃなくなっちゃう。せっかく揃えようとしたのに。でも本当に良かったの、家のやつ。本当？いや、わかる。あれもいい。世界で一番使いやすかった。やったね。でもあれはママのになった。あ、じゃあママとお揃い。そうだよ、私のママとお揃い。ママに言っといて、次だとお揃いになる。わかった。ママ今日誕生日だから。おめでとう、ママ。帰ってこない。そう、ママ誕生日なの、今日。昨日した。そう、今日もうお家帰れないから。
の方がさ、分かりやすくないだろう。面白いんですけど、ね、進撃の巨人はさ、ずっと巨人もともとママと共有してたんですよ。このヘアアイロン、お前のヘアアイロン。でも私がおしゃべり会のために持ち出すからママがアイロン使えなくて、あんたいい加減新しいの買えないよ自分でって言われて買ったのでママに譲りました。でもこれアイロンケースついてなくって持ち運びがねめっちゃしづらくて、今アイロンケース探してるんですけど、その前ママと共有で使ってたやつにはアイロンケースがついてて、別にママは家で使うだけだから、アイロンはママに譲ったけどアイロンケースは奪ってきました。アイロンケース欲しい。ね、聞いて、今ね、AirPods のケースとアイロンケース探してるんですよ。なんか可愛いのないかな。ジョジョは一気から見たの。まだちょっと待って。かわいいエアポッツプロケースとヘアアイロンケースを探す。何？伸びちゃったの。しょうがないでしょ。でも伸ばしたくてのマジ行きなさいよ。うん、ケースだけ売ってるんだけど、昨日はバンダイ探しても売ってなかった。そうじゃない、なんか怖くない。あの誰から見せるならユナコだなって思う。ちょっと迷惑。顔がすごいのよ、プロだよ、やっぱプロ意識高いから、高いから、うん、安定感やばい。軽さはリファの方が軽いかもしれない。モツヘアはでもママがポイントでもらったんです。なんか何のポイントなんだろう。なんかスーパーかな。なんかねポイント貯めてもらったのがモツヘアのヘアアイロン。最近買い物しすぎた。気をつけよう。うん、今月だけめっちゃ使ってると思う。なんかさ、買い物だけじゃなくてさ、マツカとかさ、美容室とかもさ、お金かかるじゃないですか。なんかさ、私昔の自分を失ってしまってさ、昔もう激ストイックで食べたものも全部携帯にメモして、なんかカロリー計算とかしてくれるアプリで全部やって、なんかお金もなんかお小遣い帳みたいな携帯でやってたんだけど、今何一つ続いてない。まず何グラム、うん、そう
かやるやつ出たんだけど、今何一つ続いてないんだけど、昔のストイックさはどこに行ったんだろう。私ゆるゆるになっちゃった。体重もマジで測んなくなったし、毎日ね測ってそれもアプリで管理してたんだけど、何にもしなくなってお金もサトリンなんか、あれみたい。月にいくら、何にいくら使ってんのか何も把握してない。やばいね。ちょっともうちょっとストイックになんなきゃ。昔のストイックさをちょっと取り戻したい。自由にお金って使えなくなるじゃないですか。帰り一応まだ帰り。しかもさ、今お金使ってるのもさ、全部何かしらお仕事につながってるものじゃないですか。アウトドアのギア買ってもそうだし、まあ、メイク道具とかもそうだし、なんかエアポッツもヘアアイブもだから3日みたいな。お仕事のために使ってんならまあいいかって思っちゃうようになって、もはやさ、だってカフェ巡りですら仕事になっちゃってるから。今まではなんか外食はちょっとじゃあ控えようみたいなとかあったけど、もはやそれですらさ、お仕事になったらもう何でもありじゃないですか。一番には叶わないな。だからもうあんまりお金のこと気にしなくなっちゃった。それと一緒だなんてやだ、深い、やめて、やめなさい。私はだからめっちゃあのもう本当に読んだろ。全部経費ね。ローモバの時さ、ローモバの課金は経費になりますか？何覚えてます？なんだっけ、ななこさんとみはるさんとさ、3人で配信してた時さ、ローモバの課金は経費になりますか？なりますってめっちゃ適当に言っちゃった。みんな泣いてるんじゃない？まあ、なるよねきっと。でも私ローモバ結局課金しなかったです、一回も。おとちゃん、なんだその服は。わかる、なんかセクシーで。おとちゃんがめっちゃ可愛い、その服大変です。ごぽんの、またママが持ってきた。ママ、ママすいませんしよう。欲しい、変わりが欲しい。ロモバは移籍してます。でもなんかさ、私がすごい寝ながら食べたらね、ファンの方も結構食べてくださって、その調子でみんな頑張って食べてます。みんな続けてる？優しいよ。ごちそうさまでした。正しく来てくださるので、確かに経費になるならね。もう合いません。なんかパパはなんかやってなかったら勝手に抜けたらしいですね。って言ってましたね。あれかな？すごいなんかさ、チーム型は割と抜けてる子が多いかも。
他の子はあんま分かんないけど。じゃあもうごちそうさまをしたので配信も終わりにしたいと思います。配信もごちそうさまということで終わりにしようかな。このあとシャツだけの関係みたいな2時からシャンプがありますのでおしゃべり会に来てくださる皆さんお待ちしております。勝つしかないんですか。私は今日は NGT 愛を語る会っていうことで、なんかみんなにかいつ NGT を知って誰推しから始まったのとかいろいろ聞いてるんですけど、すごい面白いです。もう推し遍歴を堂々と教えてくれるので楽しいです。みんな懐かしいグッズとかも見せてくれる。まだね、あと3、4、5、6、7、あ、5分もあったまだあと5分あるので頑張ります。夜、そう、夜お家に帰ってからはちょっと配信はしないんですけど、夜ご飯の時にやるかな、どうしようかなみたいな感じです。周りに合わせようと思います。じゃあちょっとランキングを読みます。13位まさひろさん、ありがとうございます。12位かかしさん、ありがとうございます。11位よしーさん、ありがとうございます。10位まだきむゆきさん、ありがとうございます。9位さるみゆきさん、ありがとうございます。8位ほっしーさん、ありがとうございます。7位そらさん、ありがとうございます。6位としさん、ありがとうございます。5位今夜がむらさん、ありがとうございます。4位ゆうきさん、ありがとうございます。3位らんまさん、ありがとうございます。2位としーさん、ありがとうございます。1位おひろさん、ありがとうございます。それではおしゃべり会にいただきます。バイバーイバイバーイ。